く原宿にね来たんですけど、今日はお腹ペコペコなのでご飯を食べます。っていうかね、2時間後にもうね忘年会なんですけどね、聞いてない。もうペコペコすぎて2人とも3時半ぐらいだもう疲れてる。でも何気にさ疲れたよね。もう疲れたでしょ。もう田舎もんだからさ、都内の電車に乗るの大変なんだよね。慣れたというか、お腹空いちゃう。そうかそうか、しーちゃんそれで大人しかったのか。ん？田舎もんってさ、田舎に住んでることってこと。あんまり都会を知らない。田舎に住んでるのに、うん、そうだよ、田舎では。そうなの？だってめったに東京来ないじゃん。しかも車グラスだから電車に乗ることほとんどない。ママだってさほとんど電車乗らなくなっちゃったからさ、昔は東京に住んでたぐらいだったけど、でも元は、どうする？お腹満たして時間がちょっとあるかな。それかもうここでまったりしてのんびり行くか、ちょっと原宿に出るか、どうする？遊ばないでしょ、リミ。リミ遊ばないよ。どうする？どっか行きたいところがあるならそこ向かうし。行きたいところ？でももうタピオカ屋はさすがにここで食べるからタピオカ屋は行けないし。今度ゴンちゃん飲みたい。うん、牛乳飲んでます。ちょっと買って。牛乳いいじゃん。アイスコーヒーです。しょうちゃんは水がいいって言うんでね、頼んでないです。今日ねすごい駐車場が混んでたんだよね。そうなんです。どこもね空いてなくてね、結局ね原宿の近く、パパがいない。そう、パパお仕事なんだけど、まあ、いつも車はパパも一緒に来てでね、原宿の近くに停める予定がね結局表参道の方まで行っちゃって、ね、うん、でなんとかね見つけたんだけど、あった、ね、みんなトイレがねもうトイレに行きたくてね必死だったよね。でそこから駅まで必死に歩いてトイレに行きたさをみんな我慢しつつで、駅に着いたら、パパは別行動なんだけどお仕事だから、で私たちはもう駅に入ったらすぐトイレでも、そうそう、電車にね、ホーム行っちゃったから電車に乗りました。リミちょっとさ、塗った方がいいよ、唇ガサガサだよ。ちょっと牛乳でやめて。そんな塗ったやつでも、シューも飲まないよ。リミ持ってこなかったの？持ってきて、本当にシューもお気に入りなの。これね、これバニラの香り。これバニラ？バニラ。うん、バニラとなんかもう一つあった。いやー本当はね、あの車に降りてからね動画撮ろうと思ったんだけど、もう必死すぎてね動画どころじゃありませんでしたね。必死に歩いたよね。めっちゃ歩いた。人をかき分け、汗をかき、汗かいてね。あ、トイレの中で暑いって感じなかった？暑かったけど汗はかかなかった。あ、そっか。これからね、あのクリエイターさんたちと忘年会なので、うん、今来るからね、うん、もうせっかく原宿着いてなんかしようかってなったんだけど、もう2人ともお腹ペコペコでね。ママ、ちょっとブサイね、ホントブサイ。全国に見られるんだよ、いいの？やばい、友達に見られるんだよ。ホントブサイクだったわ。やばいよ。兄ちゃん変な顔して動画出てたでしょって言われちゃうよ。これサムネにされるよ。これサムネにしたらみんな見なくなっちゃう。見えるよ。クリック率が落ちちゃう。見える。見える？もう本当に落ち着きないだからレミは。今日が2年生の時もこうだったね。いやー、でもやっぱ下の方がやんちゃっていうか幼いよね。しょうちゃんお姉さんっていう、ほら2年生でもやっぱりリミのお姉さんっていう気持ちがあったんじゃない？まあ今もあると思うけど、だからちょっとしっかりしなきゃっていうのあるでしょ、やっぱお姉さんって。ある。
でしょ？あるよ。だからそういう気持ちの差じゃない？一番下ってさ、私一番下だからグーみたいな感じ。私一番下なのみたいな、うん、私一番下だから何でもさできない、やらないで済むじゃん。なんかそういう感じしない？なんかママもね、お兄ちゃんがいたから一番下だったの、ね、結構やっぱ甘えんだよね、昔を考えると。でもそうね、お姉ちゃんでよかった。なんで？お下がりは嫌だ。ああ、そういうことね。まあ確かにお下がりはある。男と女でもお下がりあったぐらい、やっぱお下がりはつきもの。うん、男と女でもあるよ。だってほら、学校用具とかさ、ほんとお下がりじゃん。シューズ道具だろ、ね、って。お洋服はさすがにお下がりしないわ。だってね、シータのね、なぜかね、ちょっとそれ耳がね、中に入ってんだよ。それカットでしょ。カットだよね。これカット、ピーカカットですね。それ言っちゃダメなの、リンちゃん。恥ずかしい。みんな周り見てたよ。ほら、もう。恥ずかしい。黒板持ってきたの？何に使うの、黒板。お絵描き。クリエイターさんの忘年会だから、会ったことのない方もたくさんね、来てるから、はじめましてって言わないといけない。はじめまして、しぼりみです。チカチちゃん。何？チカチ。チカチ？うん、カチカチ。緊張してるんです。緊張してるの。ロボットになってるわ。ねえ、リミちゃん、ここでお絵描き始めないでよ。もうすぐ来るよ、たぶん。コンクーキーコーコーコーで、あ、ん？塩持ってきた。塩持ってきたの。じゃあ、ママみたいな前髪になりたい。どういうこと？めっちゃ薄いじゃん。嘘、ママ薄いよ。でもそんぐらいが薄くしてもらったの。っていうか、もともと前髪さ、ママ長かったで分けてたじゃん、うん、それをちょっとだけ前髪薄くてもらった。どれぐらいがいい？薄くもみんなわかんないけどね。これだけ映ってる。え、じゃあ前髪だけだよ。顔撮ってもらう。なんか緑っぽいけど、どんな感じ？薄いですね。はい、薄い。ママの顔のヒント。なんかすごい緑っぽいね。そう、なんかさ、お店の中だからさ、全体的にさ、緑っぽいんだよ。なんか今日は女3人旅って感じじゃない？ねえ、うん、パパがいないからさ、原宿3人で来たの初めてじゃない？初めての一年。いない。ピカピカな、ね、すごいね、なんかりんちゃん。これ全部持ってきたの？これ全部持ってきたの？ブロックは？ブロック、今こっからブロックしないよ。来ました。美味しそうな。このパンケーキめっちゃ美味しそうじゃない？ママ残さないと。うん、いいよ、残さなくて大丈夫。美味しそう、りんちゃん。いいよ。これちっちゃい。うん、はい、ママはこれです。これなんだっけ？焼きチトロフワ、あ、ふわとろ焼きチーズケーキです。美味しそう。やばくないこれ。原宿出発。行こう。歩くよ。目の前にね、タピオカ屋さんがあると飲みたくなっちゃうね。お腹いっぱいなんだよね。ん？明治神宮前まで歩きましょうか。どこですかね。
ないもん、まだ。今ちょっと喉ガラガラで、喉ガラガラじゃない、声ガラガラで喉が痛いんです。マスクマン。そうですね。表参道はおしゃれですね。そうですね。耳の手もどのくちで危ないよ、短くなっちゃったってこと。今ね、忘年会会場に向かってます。ブーブーって聞こえるの。私だけ6件来てる。いいぞ。 YouTube 開いてた。来ました。でも良かった、ちゃんと来れて。行きましたね。楽しもう。